皆さん、お元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタン、またチャンネル登録、またベルマークを押していただいて、また引き続き聞いてみていただけたら嬉しいです。本日4月2日火曜日、理不尽な物々交換という題でお話をしたいと思います。ある時、私が仕えている新宿復興協会の目の前に靴を置いていたんですよね。で、その靴を履いて外行こうとしたらね、めっちゃくちゃボロい、こんなボロい靴があるんだろうかっていうような靴が置かれていてね、私の靴は消えていた。いやー、私の想像ですよ。おそらくね、ちょっとこうホームレスみたいな人が上がってきてね、そして物々交換したんじゃないかな。自分の履いてたそのボロボロを脱いでね、私が、いやー、柔らかくてね、いい靴だったんですよ、その靴を履いてね。まあその人がね、喜んでくれればいいわけですけど、まあショックでしたよね。まあそのボロい靴のショックっていうのもあるんだけど、そういうことする人がいるってこともね、ショックだったんですよね。まあしかも理不尽な物々交換、私が願ってもないのにね。その時に私はイエス様を思い出しました。ああ、イエス様もまた理不尽な物々交換をしてくれたんだな。第2コリント8章9節を見るとそれが書かれています。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。イエス様の物々交換は、イエス様が持っていたすべての富と、そして私たちの貧しさを物々交換してくださった。いやー、あまりにもすごすぎる。キリスト教徒は一般的に聖貧、清く貧しい、それが美徳だと考える傾向があります。主が私たちを低くされ、貧しくされた、砕かれた、そういう時にはそこに甘んじて感謝して受け止めたいと思います。しかし主が祝福しようとしてくれてるのにね、わざわざね、いやいや結構です、もう貧しさでいいんですという必要はないですよね。聖書は次のように言います。ガラテヤ 3-13-14、 キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福が、キリストイエスによって標準に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。キリストは十字架で私たちの呪いを身代わりに引き受けられ、そして代わりにキリストは私たちにアブラハムの祝福をくださった。アブラハムの祝福って何でしょうかね。アブラハムは祝福のもといです。アブラハムは、その自らを富まし大富豪にする、そういう祝福ではなくて、アブラハムを通して全地に、全世界に祝福が流れていく。つまり、アブラハムだけを富ますんじゃない。アブラハムは通過するだけだ。でも通過するときに祝福されるんですよね。それは所有してないけど、いつでも必要な時にある。アブラハムは祝福の通路です。神が私たちを低くする本当の理由はこれです。その人が富んでしまったら、お金を自分だけのものとして高ぶって、低く貧しい人たちの心を知らない人になってしまう。分かち合うことができない人になってしまう可能性がある。だから聖貧っていうのはね、そのように砕かれ、貧しいことがどんなに辛く大変なことかっていうことを知り、あのアブラハムが祝福の通路であったように、祝福を流せる人に成長させる。そして成長した時に神はたくさんの富を任せてくださり、その人を通して世界を祝福する。そのアブラハムの祝福を受けて流せる人は誰か。ただ選ばれし、ごくわずかじゃない。クリスチャンだって言うんですよね。神は
私たちにそういう祝福を与えたい。だからね、理不尽な物々交換みたいなことにもね、感謝したいと思います。そしてイエス様がそれをしてくれたってことを思い出せたことにも感謝したいと思います。どうぞ、理不尽な物々交換、イエス様はどれほど私たちに豊かさを与えてくれたか、それを受け取り、私たちも誰かに与えられる人になりたいと思います。気づかなかったイエス様の愛に、ずっとこんなに愛されているイエス様に、もう私は一人じゃない、主よ、ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。